でもそんな姿勢にめげません。なんて言ったって唐揚げが好きだから。間違えた、焼き鳥やった。全身全力全身全力で外したよこの人。昨日唐揚げ食べたんですよ。今さそれはいいとして、今のさ発言さ、ええ、結構大事なところやった。間違えた。今の発言があるからこそここのコーナーが行き渡すっていう感じの要のセリフやったよ。間違えた、まあ、焼き鳥が好きみたいです。ちょっと唐揚げもでも好きみたいです。鶏肉好きで。あ、なるほどね、鶏肉やもんな、うん、鶏や。鶏、ちなみに私も焼き鳥好きですよ。やったー。よく食べるやつはね、ネギマのネギ揚げ。ね、ネギじゃないですかそれ。どこが鶏なんですか。だって鶏肉よりネギの方が美味しいじゃん。ネギだって辛いじゃないですか。ネギをよこせ、ネギをよこせ。玉ネギか。何、ポケモン、ポケモンですか。玉ネギポケモン。ポケモンですか。通じた、通じた。そう、通じるけどさ、だってラビアリアル。おお。これポケモンか。ついてないよスイッチ。ガイデン、スイッチつけますよ。これ見て、ロコンがね。ロコンが出てるんですよ。ロコンがね。ロコンってね、キツネみたいなね。ピョンピョン。可愛いですよ。ロコン跳ねてるんですよ。可愛いけどさ、今。つけとったらさ、相当歩数稼いでない。もし今つけてるんやったら、さっきのピョン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 してるやつのこの1時間の中で多分歩数増えてんで。そうだって一歩動いてないのに。だってあの家出る前3000歩ぐらいやったのに、今7000歩ぐらい行ってましたから、ね。晴れてるだけ。君ここまでだって車で来てたじゃん。乗せてもらって来てたじゃん。だからあのその振動でこう。意味ね、意味ね、意味ね。私もねピカチュウのね、あの持ってた。あ、ポケピカあれ可愛かった。パラグライダーとかビューンで飛んでいく。そう超可愛かった。あれ一回クリアしたことあるの。おクリア。あれですよ、ピカ、なんかね1万歩とかなんか10万歩だか、そこら辺歩くとクリアなんですよ一回。そうでしたっけ。戻っちゃう。覚えてなかった。ピカチュウは私メロメロでしたね。ピカピカピカとかやつでしょ。リンゴとかあげたら超可愛い。ピカチュウ元気でチューとか地味にやりたい。あー、あれいい、やりたい。でも私64持ってないんだよ。あ、そうそうそう、ポケモン系は64なんですよね。まあ任天堂だからな、仕方ないわ。美味しいなって言っちゃう。というわけで一回今までのことをまとめますと、ココちゃんのクリスマスの予定はなし。ない。そして、焼き鳥が好き、うん、好き。好きな店はザンザ。ザンザ、ナンバのザンザ。でもよく行く店は高槻市の発見で。はい。どれぐらい一回食べるんですか。え、どれぐらい食べる。はあ、多い時は週4日。うん、一人でしかも全部行く。わあ、なんか体が焼き鳥になりそう。一人で行くらしいです。一人で行く。週4日。高槻市に、高槻市のその派遣にとか。あ、でも鳥貴族もやっていってます。あ、鳥貴族美味しいね、280円。私あんま鳥かまみ好きなんでね。あ、知らない。鳥しか食べたことないみたいです。ほぼ串。鶏釜美味しいよ。頼んでからね、30分くらいかかるからね、まず最初に頼んどいて、あの待つんだけど、それまでお腹いっぱいになっちゃう。あー、やってまいりましたね、それはね。やってしまうのよ、いつも。だってお腹空いてるからさ、どんどん頼むじゃん。そうです、ね、最後にご飯物で結構来るんですよね。あー、来たーってなりますね。はい。そんなこんなで、焼き鳥一回発見で、もしくはザンザン行ってみてください。ちなみに一番好きな焼き鳥のメニューは何の。皮とかいっぱいあるじゃん。あー、やげん軟骨だそうです。ハツも好き。串ではない。串に刺さってるやつ。あ、そうなん。そう、そうそう、軟骨も好きやし、ささみ梅も好きだし。あ、ささみ梅美味しい。そう、砂ずりも好きだし。ね、あの感触いいよね。そう、あの感触系、感触系。やげん軟骨だけ5回ぐらい頼んだ。お前やげん軟骨だけ食うとけやって先輩に言われたことありますよ。あ、でも皮だけ食べる人もいますよ。あ、皮好きすぎて皮だけしか食べない。皮も美味しいですね。美味しい。カリカリのがいいんだけどさ、でもさ、たまになんか店によってすごいまずいの出される時あるんだよね。あ、ま、皮だったらいいと思うなよって思う。皮はカリカリだからいいんだよって。わかりますわかります。あのバランスがね、そう、ペチャッとしてるだけとかね。でも、うん、あの焦げてちゃダメなの。あ、いくらカリカリだって言っても、うん、硬すぎちゃダメなの。うん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 。そこはカリフワみたいな、カリジュワかな、ね、カリジュワ、ね、カリジュワ、うん、そこがいい、ね、カリジュワバランスね。美味しいね。ザンザン美味しいですよ。リーズナブルだし、550円でね、5本セットで飲み物1個ついてくるんですよ。素敵。だそうですよ。そういうこと先言って。ザンザンのおすすめのところね。じゃあそのセットがおすすめみたいです。皆様一度行ってみてください。それでは、うん、次のコーナー、かしこちゃんはまた持ってきてくれてますね。持ってきましたよ今日もね。いっぱいありますよ、ほらほら、ここね、ほら。ち
ょっと見てみてください。これいっぱい持ってきましたよ。持ってきすぎやねんって。もういっぱい、よいしょ。これもうちょっと帰った方が見えるかな、広げないと。あー、レモンティー、レモンティー、私のレモンティー遠ざかった。レモンティー早く こうやって、ほら、これもすごいいっぱいありますよ。ほら私のレモンティー、ちょっとちょっと。え？並べろとは言ったけど、ぐちゃぐちゃにしろかよ。みんな見えるかなって思って。私の手帳が埋もれた。うわ、サイで埋もれた。うわ、何もなくなった。うわ、タミさんの私物全部見えなくなっちゃった。そうだね。これすごいよ、すごいね。レモン、あ、私じゃあレモンティー飲もう。ちょっと。まあいいよ。じゃあ、ラビはですね、これね、珍しくね、あの資料ないんですけど、実は光の語、皆さん知ってらっしゃる方もいるんじゃないですかね。これは語というからには語の漫画です。はい、もうちょっとなんかないの、それ主人公じゃないでしょ、しかも。じゃん、これが、これが主人公、これが、これアキラくんかわいい。アキラが好きなんだ。はい、この子が主人公です。でさっきのなんか映ったこの着物の男性ですね、この人、この人サイって言います。もう死んでます、幽霊ですね。キラ君が違うから ね、 ね、私ね、あらすじを、ね、説明してるの君やる。難しい難しい。ちなみに難しくしてるのは君だと思う。今あらすじを。まあ、あのそれでね、そのこちらにあの映っておりますポポちゃんがさっきからアキラくん、アキラくんって叫んでいるこの男の子、この男の子があのライバルになります。この子はですね、もうすごい才能があるんですよ。で、ゴーのね、世界のもうなんかスーパースターなんですね。で、そこにここの主人公、パッポットでの一般人ですよ。ゴーのことなんてや、ゴーなんてやったことない、ゴーのルールも知らない、うん、でも、おじいちゃんが持っていた5番を引きずり出した時に、そう、あのなんとその5番に血がついていてですね、なんだこれって思ったら、このお化けが呼ばれて飛び出て、ジャ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 ーンとね、わあ大魔王で、ゴが撃ちたい、ゴが撃ちたい、ゴが撃ちたい、僕はゴが撃ちたいんです、ヒカル撃ってください、僕あなたに取り付きますから撃ってくださいって言って、この人はあのなんかこう渋々その人のためにゴを撃つ羽目になるわけです。でもね、このサイっていう人はね、ものすごい強いんですよ、ゴが。だからもうなんか、どこゴが撃てばどこでもいいだろって言って、どこかみたいなとこ入っちゃうんだよね。そうそうそう、おじいちゃんとかやってるような。そうそう、それでパーンって打ったら、なんだこれ強いじゃないかって言って、でそこにあの来ていたこのアキラくん、ものすごい有名なアキラくんがそれを見て、お前俺と勝負しろ、そうなって、勝負して、そしたら勝っちゃうんだよな。そう、強いから。そんなんこっちゃ屈辱ですよ、うん、だってね、今までこう全日本とかのね、うん、あの代表とかに選ばれたりとかしてやってたのに、いきなり無名のポートでの、しかもなんか語の置き方もちょっとなんか素人臭い、ね、ガキに負けたよ、ね、おいみたいな、ね、なんか語を始めていつどれぐらい経つんだって言ったら、え、何日かぐらいのね、そうそうそう、千年とかいうやつ、そう、怒るよそらふざけんなですよ、そしたら遊びやってるわけじゃないんだよっていうね、うんうん、こっちはプロ目指してますからね。そうそう、でもその中で自分もね、語が好きになっていって、うん、いろいろ登場人物がね、どん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 、そんなほっとくわけないじゃないですか、この子、そんな強い子、うん、で取り巻く人間関係がいろいろぐちゃぐちゃってなっていって成長するお話です。そうです、はい、これアキラ君、アキラ君出てきた。ちなみに声は、声はね、あのねとね、漢字で見たらわかるんですよ、小林、ありがとう。あのね、あれないですか、エンディング見て、あ、この人あの声の人やって分かるものの、口に出そうとしたら分からへんってやつ、 あの人、あの人、いや、あの人かどうか分からないけど、そういうのはあるよね。あの人、どうやって読むのか分からない人はいます、確かに。もう私、源田鉄章も源田って読むのか黒田って読むのか分からなかった。あ、そうそうそう、そうですよね、うん、そうそうそう、中尾流星も流星でいいんですかとかね、セピア色になって出てきましたよ、ヒュヒュヒュ、あれだよね、カバー裏にさ、漫画が書いてあるさ、本とかあってさ、カバー裏に漫画がないと少しがっかりするんだよね。するだよね、漫画書いてほしいよね、裏にもね。でもセピア、セピアバージョン楽しいんだ。え、手抜きやん違う、手抜いてない、まあ